コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう前に出てます。はい、こちらはですね、呪術廻戦マンチョコということでね、ビックリマンとのコラボ。はい、しかもこれはね、箱フィギュア付きですね。フィギュア付きのボックス入りのやつです。はい、こちらがね、コンビニにあったんで購入してきました。普通のビックリマンとのコラボのやつと、あとフィギュアが入っているっていうことですね。まあ、シールの方もこのボックス限定のデザインですね。はい、ということでね、こちら開封していきたいと思います。まあ、全部で5個買ってきたんで、全5種なんですよね。全5種で果たしてストレートにコンプできるかっていう話ですよね。はい、では早速一つずつ開封していきたいと思います。はい、では1箱目。これはどういう風に入ってんだろう。あ、これ確かね、前のエヴァンゲリオンのやつも開けたことあるんですけどね、これまずこう普通に単品であるんですよね。はい、これが普通の、はい、シールが入ってるチョコ入りのやつ。はい、でこの中にフィギュアが入ってるんですよね。はい、狙いはね、狙いっつうか、まあコンプ狙いなんですけれども、まあ、一番欲しいのは五条先生で、多分ね、レア枠としてこのスーパーゼウスとイタドリの合体したやつね。はい、まあその2点狙いかな。はい、いきます。1個目、フィギュア、せーの。あ、イタドリ、これはイタドリですね。はい、これ普通のイタドリだ。はいはいはい、普通のイタドリのフィギュア。はい、まあチョコの方は最後に開けます。はい、では2箱目。はい、まずはチョコを出します。はい、ではフィギュアの方いきます。せーの。あ、釘先かな。はい、あ、髪色で分かったわ。はい、釘先。はい、では3箱目。はい、あ、パッケージ、シール入ってる方のパッケージはもうこれ1個しか、1種類だね。はい、では3個目、せーの。あ、来たね、イタドリゼウスイタドリとスーパーゼウスのコラボ。はい、はい、では4箱目。よいしょっと。はい、ではフィギュア、今んとこダブリないね。ストレートでいくか、頼む、来てくれ、全部揃ってほしい。いきます、せーの。あ、伏黒、ちょっと待って、伏黒じゃん。あら、ちょっと待って、これはリーチかかったけど怖えな。一番欲しい五条先生が残ってるけど、これ出るかな。ラスト1箱、まあ、一応ね、これちなみにコンビニに置いてあったのは普通に乱雑に置いてあったんですよ。なので、なんかこう箱で入ってる状態だったらね、なんかストレートに揃いそうだけど、バラで置いてあったんで、それが怖いんですよねここでストレートに五条先生来るか、ダブルか、怖えな。頼む、一番来てほしい五条先生が来てないんだよ。せーの。来た、ストレートに揃いましたね。やったぜ、ストレート。あ、マジか、取り方良かったかなはい、とりあえずフィギュアはこんな感じで揃いましたね。はいはい、ということでね、残りはシールなんですけれども、シールもコンプできるか、これはどうなんだろうな。一応フィギュアの方ではストレートに揃いましたけど、シールは分かんないね。うん、じゃあ早速一つずつ開封していきましょう。はい、では1つ目、1枚目いきます。せーの。
伏黒ですね。はい、伏黒ナンバー2、はい、伏黒がまず出ました。はい、では2枚目いきます。せーの、あ、釘先、はい、釘先のバラナンバー3、はい、では3枚目いきます。せーの、あ、イタドリ、びっくりした、ぶたぶったかと思った。はい、イタドリユージナンバー1、はい、4枚目ダブらないでくれ、いきます。せーの、うわ、ダブった、マジかシールの方はコンプならず、いやー、そううまくいかないな。はい、ラスト1枚目ラスト1枚目いやラスト1枚五条先生来てくれ。せーの、うわ、嘘はい、フィギュアストレートだったのにシール、これはきついなはい、ではね、先ほど出てましたフィギュアの方、こちらをね組み立ててみたいと思います。はい、はい、フィギュアの方組み立て終わりました。ではね、イタドリから見ていきましょう。こちら、めっちゃよくできてるもう本当ね、このシールからね飛び出したかのような感じ。造形すげえな、さすが海洋堂。もう小さいフィギュア作らせたらすごいね、海洋堂は。ちゃんとこのね、軽定剣のエフェクト、これがクリアパーツになってるんですよね、すっげえ。でこのビックリマンシール風のディフォルメしたね、特徴的なこのフォーム、めっちゃよくできてる。ただね、欲を言えばね、パーツがめっちゃ取れやすいあのね、ちゃんとつかない。フィギュアとしてね、飾るとしたらね、接着剤つけた方がいい。そんぐらいポロポロ取れる、これ。全然、穴にはね、合うんだけれど、スッカスカ。うん。固定できない。一応自分もね、接着剤は使ってないんで、ちょっとあんま触るとポロポロ落ちるんでね。はい。こちら、イタドリ。かっこいい、これ。はい。続いて伏黒、こちら、はい、伏黒もいいね、うん、そっくりシールのディフォルメに。こちらですね、はい、すげえよく再現されてる。海洋堂すげえな、うん、すごいよくできてる。いいね、なんかこのディフォルメしたこのポージングがなんかすごい可愛いっちゃ可愛いんだけど、うん、はい、続いて釘先、こちら、はい、釘先もよくできてるね。シールと比べると、はい、いや遜色ないね。こうやってね、シールと一緒にこう並べて飾りたいね、うん。ただ釘先もね、いかんせんね、右手のパーツがポロポロ取れるんだよね、うん。これもあんま触りたくない。はい、
やよくできてるな、ちつせえのに。はい、続いて五条先生、こちら。いやこれすごいな。もう頭からピシャンとこう潰した感じ。もう首がないからね、もうねすごいね。でもよくできてるわこれも。うん。指の形とかもすごいよく再現されてる。いやこれフィギュアとしてはすごい出来いいよ。小さいのに。口の中もの造形までされてるしね。でこのアイマスクの目のくぼみとかもあるっていうね。すげえな赤いよと。ただいかんせん五条先生シールがねえんだよな、比べようがねえわ。はい、ラストはイタドリゼウス、こちら。めっちゃんこよくできてる。いやー、イタドリもねシールがないんでね見比べようがないんですが、これも完璧、すごい出来じゃないですかこれ。シールから飛び出したかのような出来。いやこれはいいな。いやこれはぜひねシールと一緒に並べて飾りたい。はい、といった感じでね、今回は開封びっくりマンと呪術廻戦コラボ、こちらの方をね開封させていただきましたがね、いやフィギュアの方はねストレートにコンプできたんでよかったんですが、シールの方は三釘先ということでね。いやコンプできなかった、惜しい。ということでね、皆さんもぜひねありましたら購入してみてはいかがでしょうか。ただねこれ高いんですよ、1箱500円。いや高っ。まあこのねビックリマシールだけだったら多分110円とか多分そんぐらいだと思うんですけど、あのフィギュアだけで400円分取られてる感じだよね。まあでもその分満足がいく出来なんで、いやそこら辺はね割り切って購入してみてはいかがでしょうか。はい、ほんとねフィギュアに至ってはねシールと遜色ないんですよ。うん、なのでねこれはぜひね手に取ってね見てほしい。うん、シールよりもフィギュアの方見てほしいな。はい、これはね海洋堂がすごいのかな。うん、素晴らしい。といった感じでね、今回は呪術廻戦マンチョコ、こちらのフィギュア付きのやつを開封させていただきました。これからもねビックリマン系の開封動画は撮り続けますんでね、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。またね過去の動画ではね旧ビックリマンとかね、うん、検証で当たったものとかそちらの方もねご紹介していますんで、ぜひねご覧になってはいかがでしょうか。ということで今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。